3、電磁制御器とタンブラースイッチですね。今ここに図面がありますようにですね、今度はですね、マグネットコイルの一時側のところにですね、タンブラースイッチ入れます。それで、こうですね、真似しました。それで、そのタンブラースイッチですね、このレセプタクルをですね、オンをするという回路ですね。これやっています。黒い方を入れますので、それで、タンブラースイッチですね。それで、ですね、オンにしまして、それからこうですね、タンブラースイッチをですね、オンを押しますとこういうふうに制御できます。したがってですね、このタンブラースイッチをサンドスイッチですね、サンドスイッチにしますと2箇所でこのランプレセプタクル、あるいは、ここにモーターがあればですね、モーターがオンオフできるということですね。それから4路を使いますと、まあ、5箇所6箇所というかなり多くのですね、箇所からこのモーターをコントロールできると、まあ、非常に、まあ、安い言いますかね、あの価格が上がらないで、その1つのモーターをですねコントロールするのには、まあ、もってこいの回路になります。